交流戦西部ゼロの後 d n a 2 0 2 4年6月16日ベルーナ D。西部は DNA の新人、石田博士を打てずに2試合連続礼敗。12日の広島戦で連敗を8で止めたが、そこから再び4連敗を喫し、借金は今季ワーストを更新する25となった。19勝44敗の勝率302。12球団で唯一。 未だ20勝に到達していない。シーズン143試合に換算すると現在、99敗ペース。仮にレギュラーシーズン再開となる21日のオリックス戦に敗れると、シーズン100敗ペースに突入してしまう。長いプロ野球の歴史でシーズン100敗は一度だけ。1961年の近鉄で、36勝103敗1分け、140試合制。 の勝率259だった。